長くかかりましたけど手術です。まあ庭は絶えず関節ことなく生きて動いてる、時間とともに変化していくっていうのが庭だと思いますから。蔵の両サイド4つ目でちょっと警報解除かな。ここに1個立ち水栓設けちゃいます。立ち上がりはこれ土管、それとあと言えばこの空間よし、ごきれいにこの木のつながりでちょっとまとめちゃいます。土管は4つ目の止めに、であとはあの、塀の道路側のポイントが足んないんで、まあ、それをやって終わりになります。はい、全体がもう OK として終了になります。はい、おはようございます。道路に面に関してもですね、ちょっと途中で中断させざるを得ないということで、植栽だけは終わらそうと思って、時間的なものとかあったんで撮影はしてないんです。両脇に五葉松と黒竹で八黒をこう引き締めた感じでは、まあ今回あのここでポイントがちょっと壁もにポイントをちょっとつけたいなと、で最後の仕上げをやはりやっていこうかなと思って、もう一旦これで完成して、まあ、当初のイメージとしてちょっとやってないところがあるんで、今日それをちょっとやって完了したいと思っております。はい、植栽した後でポイントがのっぺらっつう感じでなってて、アクセントちょっとあのイブシキと同じ色合いをちょっと柄を入れていこうかなと思っております。はい、であと植栽地のグランドの部分もちょっと砂利を入れて色をつけたいなと思っております。あとこれも木枠を入れたところを、まあ、ブラウンで色をちょっともうちょっと強調する、まあ竹、はい、こう竹入れて、まあこれも一つのデザイン的に飾り、いろいろなところでこの竹使ってんで、そのつながりも意味合いもあります。はい、じゃあここを仕上げていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。塀はね、一応これを貼り付けます。お客様の方のちょっと洋風の方の壁に使われたこれが余ってたんで、
これはハリレガーですね。白じゃちょっと目立ちすぎちゃうんで、イブス気味、瓦と同じようなものでちょっと塗ったやつを一応使います。これをもうポイント的に何箇所か部分的に絵柄と感じで貼っていきます。とあと食材地に砂利を巻いて、化粧砂利を巻いていきます。そうですね、一応最初の構想的にはこれで、長くかかりましたけど終了です。はい、これで全て終了しました。
そうですね。もう、まあ、既存の大きな木はそのまま径として生かしたり、まあ、このような感じで。そうですね。まあ果物を今5階層作っていろいろ塗り直しましたから、屋根はもうちょっと瓦にしないで軽い素材にしたんですけど、はい、まあ、入り口の部分だけは既存の蔵の塀を、あの扉を再利用した形でデザインとして残しましたけども、はい、色とかそういうのはあのね、灰に入れて色ちょっと色が落ちてきますけども、まあ、いい色になってくるんじゃないかなと思います、はい、造園、あくまで造園で今までやってきた技でどうリメイクしていくかっていう考え方でやってますから、自分のイメージに合った形になったかなとは思っております。両サイドを締めることによってこっちの完成という形で、そうですね、大きな飛び石風な形で普通発想でやりましたから、蔵に行けるし、この空間自体をもっと有効的に動線としては結構補助できたんじゃないかなと思います。そうだね、大体ちょっとこれがそういう今までも多分その植えた当初もそういう感じだったんじゃないかな。あのやっぱり、まあ、植栽だけでたあの植木を溜めちゃって、あの植え込んじゃってもいいんですけど、逆にそうなるという最初の、ね、植物だけの世界と同じになっちゃうんで、植物はポイントごと平に、あとはもう苔で見せるという感じの空間にしました。まあ壁一つこれがもうキャンパスみたいになるんで、寄せ植えでああやって植えただけで一つの形になってしまうから、そんなに多くずられて植える必要もないと思います。植栽地を決めちゃえばそこはどんな小坊が別に構わないんで、そうそうそう、ここら辺はここの梅も全部ちょっと真ん中にあったんですけど、移動して梅を4本ぐらいは植えた形で、ここはね春一番で花が咲く構成になってます。ここはそうですね、これもここから出てきたあった石をちょっと活用してます。ちょっと向こうの庭の竹口がちょうど裏になるんで、ここだけはちょっと少し持った感じになって、やっぱり竹口ですから向こうから見て少し薄々としたとこから水が湧き出るっていう感じになりますから、まあちょっと植物、あった植物を結構寄せましたね。ここシダレザグラを一応2本用意しまして、まあ、外からも見えるし、ちょっと梅が咲いた後桜も咲くってちょっと順番的に何かしらの花がつくっていう形でちょっと入れました。そうですね、ここはもうなんか園路としてはこうつながってて、入り口としては昔ここにあったみたいで、まあ、ちょっと現代風通か造園的な好きなもの、まあもう門扉なんかも何出来合いのがあるんで、まあ好きなもの自体も出来合いでセットでポンと置けばありますし、蔵を作った時点において蔵の延長通過、災害を持っていきたかったんで、今回においては
僕らが主役っていうか、そんなイメージだったんで、一応このような感じ。そうそうそう、ここはもうあの生垣で、あのずっと植物でなってるぐらいだったんで、多少今度は季節のお花を植えて、まあ通る方も楽しめるかなという感じで一応。ここの空間でちょっと見せ場っていうか、こっちから入られる方はちょっと楽しめるかなという雰囲気で来てます。そうです。でもここがちょっと広くしになって、これが全面的にポンって見えるのはこの部分なんですよね。うん、だからちょうどこっちからお客さん入ってきた時にここで寺が、そうですね、ちょっといろいろと一気にできなかったと。日本庭園含んで2年越しでようやく完成しましたので、はい。そうですね、それまあ幸せなことでやらせていただいて、まあ、メンバーも同じメンバーで、彼なんかはまあ私なんかの技術で、できる技術で、持ってる技術でこう表現していったと感じる庭ですから、育った人間たちも結構勉強になったと思いますけど、はい。まあ基本的にね、まあ、できるだけそういうあるものを活用して作っていこうとは思ってます。はい。いつも出来栄えは言われるんですけど、作った時点で次のなんか、あ、こういうすればよかったとか、あ、今度はこうしようというものがこう出てくるんで、まあ満足度としたら 100% なんですけど、次の作りに対しての思いっていうか、そういうのが増してくるんですよ。だからこれで完成っていうことは多分ない。植物も動きますし、枯れる場合もあると思いますし、京都なんかで古い庭を見てるけども、やっぱりそれは動いてますからね。形の完成はあったりしても、植物自体がこう変貌しちゃうことによってそれは変わってきますから、そういう意味ではまあ庭は絶えず完成つことなく生きて動いてる自然ともに、こうやって時間ともに変化していくっていうのが庭だと思いますから。いやいや、ま、毎日毎日ほら楽しいです。まあ楽しいです本当に。お客様と毎日コミュニケーションあって、まあ、次どうやって作っていこうかという感じもありますし。そうですね、一応、まあ、仕事ですから区切りをつける、まあ、終了という形で一応考えてます。はい。長い間、まあ、今考えてみますと25週に及んで、今回区切り一応終了させていただきたいと思っております。大変長い間ありがとうございました。まあ一応こいでという形になると思います。はい、長い間ありがとうございました。